スクープ情報ですね、はい、スクープ情報スクープですか、はいはい、まあ、ジュリー社長謝罪動画、はいはい、仕掛け人の正体という仕掛け人の正体、はい、仕掛け人前もライブでお話ししましたけど、はい、ジュリー社長が動画で謝罪をして、はいはいはい、まあ、一問一答公表したのが、まあ、今非常に、うん、あの批判を受けてますよね。で、まあまあこれを仕掛けた人っていうのがまあいるんですよね。はい、で、まあ、その経緯とちょっとその正体っていうのをお話したいと思うんですけど、はい、まあ、この謝罪動画に至る過程の中で、はい、そのカウアンさんとジュリー社長が会ったっていうシーンがあったって言われてますよね。はい、で、まあ、その経緯からまずちょっとお話したいんですけど、で、そのまず下交渉というのが書いたらしいですね。カウアンさんとジュリー社長サイドの、でそこに出てきた人女性っていうのがいて、それがあのサニーサイドアップの嗣原悦子さんという方だったんですね。で、まあ、カウアンさんサイドと嗣原さんサイドが、はい、まあ、交渉をして、その後にじゃあジュリー社長と会いましょうっていう話になっていたということらしいんですよ。ジュリー社長側として、うん、そうですね、はい、来たわけですね。来たわけですね。で、まあ、実はカウアンさん側にも同伴者がいて、はい、でそれは一人が東京支部の望月磯子さん、マジですか、はい、はい、であと松谷総一郎さんという方、ジャーナリストの人で最近ちょっとジャニーズ批判で名前をちょっと挙げてる人なんですけど、その人たちが同席して下交渉が行われたと。あ、そうなんですね、はい、で最終的には、まあ、あの嗣原さん、ジュリー社長、カウアンさんの3社で、直接会合があって、はい、まあ、その中で謝罪動画につながるような流れになっていったということなんですよね。うんうん、でカウアンさんがあの確かその面談の中でジュリー社長の横におばさんがいたみたいな話をしてるはずなんですね、どっかで、はい、で、まあ、そのおばさんというのが、まあ、嗣原さんという方だったということですよね。あ、杉原さんですね、はい、はい、で面談ではですね、あのカウアンさんに対して、まあ、その性加害は本当にあったのかと、うん、みたいなことが聞かれたりとか、まあ、あの、まあ、謝罪的な言葉があったりとかですね、まあ、まあ、まあ、流れ的には、まあ、性加害を認めたような内容の、まあ、会談があって、謝罪的なこともあったというふうにされてますよね。一点その謝罪動画とか一応一方では、はいはい、あの性加害の事実認定はされなかったじゃないですか、うん、っていう、まあ、また流れもあってですね、はい、でこれ杉原さんどうしてここに出てきたのかっていうことになるかと思うんですけど、うん、杉原さんっていうのは、まあ、あの、まあ、概略をちょっと言うと1960年前の56歳で、まあ、ジュリーさんの同い年なんですよね、うん、で、まあ、シングルマザーという共通点もあってなんか意気投合したらしいんですが、まあ、一応メディア対応を今回ジャニーズに対して、うん、依頼されたということらしいんですよね。で、まあ、杉原さん自体はそのサニーサイドアップという会社で PR とかマネジメントをやってる、うん、で、まあ、中田秀のね、うん、マネジメント社でよく知られてる方で、うん、今もなんか PR 協会かなんかの、うん、なんかお偉いさんやってとかって、まあ、PR の第一人者とされている方ではあるんですよね、うん、そうなん、会社自体もあれ上場してんじゃないですか、はい、そうだっけ、ね、うんうんうん、まあ、ただですね、その PR が今回失敗したんじゃないかとも言われてますよね、うん、新聞テレビが全部報道する形になって、うん、で基本的には好意的な報道は一つもないじゃないですか、うん、まあ、もちろん好意的な問題じゃないんだけどひどいんじゃないかっていうむしろ中になっているということですよね、うんうん、危機管理のコンサルみたいな感じでジャニーズ側に雇われて入ったわけでしょ、うんうん、まあそういう形だと思いますね、ね、それが、まあ、結果的にはうまく回ってないと、うん、ということが露呈したと、ね、露呈したってことですね、うん、そもそもそんな危機管理に長けているんですか、まあ、PR の専門家ではあることは間違いないけど、はい、危機管理かどうかとはまた違うんでしょうね、ま、これもただまあ PR の その広いジャンルとして、うんうんうん、そういう企業の不祥事があった時に、はいはい、PR 会社がこう入り込んで、はいはい、あのこういうふうに記者会見で対応しましょうとかっていうシナリオを作ったりとか、うんうん、そういうことはよく普通に一般的にやられてるんで、まあ、それでもどっちが得意な会社っていうのはあるわけ、ね、まあ、PR でそう危機管理が得意な会社とかそういう会社はもちろんある、ね、あるんです、あるんです、はい、でこのサニーサイドがどっちが得意かは分かんない、まあどうなんでしょうね、まあ、第一人者とされてる一人ではありますからね、うんうん、まあ、まあ、にしては失敗が大きいんじゃないかっていう感じですよね、うん、まあ、ネームバリューがねあるからそうですよ、ね、そうそう、まあ、だから危機管理が得意な会社が果たしてあるのかっていうね問題も僕らは取材してたんですよね、あるよね、うん、そも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 、うん、そもメニューとしてはその危機管理うち頑張ってやってますとかってやってるけど、はいはい、あのでもっとメディアの人を雇ってとかってやってるけど、うんうん、
そんなね、なんか実はすごいね、こう修羅場をくぐった記者とかいなかったりして、大体外れ者の記者が行ってとか、外れ者。今回まあちょっと期間的に軽く考えてみると、やっぱりトップは出てきたけど、まず記者会見してないっていう、リアルじゃないっていう問題がまずあったじゃないですか。で、その一問一答も、真摯な対応とはとても言えない、中身のないもので終わってたと。で、これをまあ。ね、その松宮さんがどこまで許したか分かりませんけども、でもまあそのまずトップは出るべきだったし、もしトップが出れないとせめてね、専務なり役員が出て記者会見を応じるみたいなスタンスが絶対必要だったんですよね。批判はね、収まる子がどうか別としても、もっと世間にですね、まあひどいあれ動画だって言われてるじゃないですか今。そうだよね、あまりに会見しなかったんですかね。まあ、まあ基本は一つはやっぱりジュリーさんがとても会見に耐えられないという、まあそのメンタル面とかそういう部分っていうのは言われてますよね。まあ結果的にこうなっちゃったらね。まあまあただ代表ですからね、トップであり、そういうわけにいかないですよね。週刊文春もね、なんかあの本当はもうちょっとね踏み込んだ文章をあの出そうとしたのに、弁護士とかね周囲がそれをまあひっくり返したっていうふうになってたじゃないですか。まあ要はいろんな人口出しすぎて一番最悪の結果になったっていうパターンっぽいですよね。そうか、そうですね。杉原さんに限らずいろんな人が口出してっていうことでしょうね。なるほど、うん、やっぱり強めのね対応しないとやっぱ収まらないじゃないですか、こういう問題って。前からおっしゃってましたね、はいはい、それがすっごい弱めの対応してより火をつけてしまったという。なるほど、まあ、そもそも収まるような話じゃないんだけどこの話自体がまあ収まる話ではないんですけど、やっぱり先手を打って調査を始めておけば、やっぱり主導権はやっぱりねジャニーズサイドに移るんで、そこからっていう感じにはなるんですね。今は何も調査もしませんし、事実も分かりませんみたいなことはまあありえないですよね。で一方で、まあ、カウアンさんサイドに望月磯子さんとかですね、松谷さんがついたというのもまた意外ですよね。これあの記者会見のライブの時、望月磯子さんがいますよって話はちょっとしていたと思うんですけど、でなんかどうやらその後に望月さんとかが出てるアークタイムスっていう、まあ、メディア、YouTube チャンネルみたいなのがあって、そこにカウアンさん出てるんですよね。そうなんですか。でそこでなんか親しくなって、まあ、そのアドバイスを受けるような関係になったということのようですね。で松谷さんっていう方は黒源でこのジャニーズ問題やってたんですよ。でそこでまあその芸能取材、まあ、30年だか20年みたいな感じでコメントされてた方なんですよね。ただですね、これやっぱり週刊文春とかですね、まあ、そのずっとジャニーズのこのまあ性加害問題を追及してきた人たちからすると、あいつら後から乗っかってきたやつらだろっていうのはまあ、 あるわけですよ、如実に。で例えば望月さんはですね、まあ、ジャニーズ問題とこれまで帰ってきてはなかったですね、この東京新聞時代に。そうですね。でもともと前科もあるじゃないですか、森友学園で後乗っかりしてきて、カリパクをまずしたっていう問題もありますし、映画では自分がスクープ取ったような形で、まあ、改ざんといえば改ざんをしてという、要は後乗っかりで名前を売ろうっていう前科があるわけですよ。ちょっとお怒りですね。今も今回まさにそうなんです。もう急先鋒みたいな顔をしてるわけですよね、ジャニーズ追及のですね。踏み込みましたで、まあ、松井さんはそこまでではないんですけども、でもやっぱり記者、いろんな芸能記者に聞いてると、そのメリーさんとかがね、ご健在の時に批判したことはなかった、聞いたことないよねという人ではあるので、やっぱり流れによってですよね。で、まあ、言い方悪いですけどね、やっぱ関ヶ原の戦いで、あの、ね、様子を見ていた人たちに近い立場なんですね。で勝ち馬に乗ってと思って批判をし始めてるという状況ですよね。で松谷さんはメディアに向き合うべきだって思いを黒源で昨日言ってたんですけど、まあ、だったらそれはやっぱり当時から向き合ってたんですかということはまあ言われるんでしょうね。だからまあメディア批判をするのはちょっと若干お門違いないかなというようなまあ気はするんですよね。お前が言うなということですね。でカウアンさんがですね、まあ、今回非常に大きな役割を果たすことは間違いないと思うんですね、まあ、こういった流れを作った上で、まあ、ただやっぱりその僕はまあね、外から見てる限りではやっぱり外部から彼に群がった大人たちが、まあ、パンチのある人がいすぎるんじゃないかな。やっぱり変な大人が多かったかなっていう印象はやっぱありますよね。だからまあ望月さん以外ですとね、やっぱり青汁おじさんとか、
まあ、ガーシーさんとか立花さんとかはカウアンさんとよくコラボしたり共演したりされてましたよね。まあ、この3人はね、事実だけ言うとね、もう前科があったり国際手配受けてる人たちですよね、うん、まあ、あと執行猶予あったりとかね、そういう方ですよね、うんうん、で今度は立憲民主党にも呼ばれて、うん、そうでしたね、まあ、ダメグループとして名を馳せて立憲民主党にも呼ばれたわけですよでもカウアンさんはちょっと昨日ツイッターでパニック障害されてて、ちょっと活動停止してるんですけど、なんかいろいろ聞いてると、やっぱりその原因の一つがやっぱり立憲民主党出たことによるそのアンチのバッシングがひどかったらしいんですよね。あ、そうですか、うん、っていうのがあったらしいと、どうやら、うん、で、まあ、何が言いたいかというとですね、うん、やっぱりちょっといろんな人に頼りすぎたけど、そのパンチの効いた人たちって偏った支持者がいっぱいいる人たちなんで、うん、やっぱりちょっと話が余計複雑化してしまうようなことにつながっているんじゃないかなと、うん、まあ、例えば望月さんが声を上げましたって言うけど、うん、まあ、僕らも含めて記者が彼女についていこうとは思わないわけですよね、まあ、うん、でまあ、それは他のねパンチの効いた人たちもそうですよね、うん、そうするとなんか鼻じらんでしまう人が出てきたりとかするので、やっぱりちゃんとしたやっぱり大人がついてあげた方が良かったのかなという気が、うん、そういう人たちが寄ってたかって感がすごい、まあ、そうなんですね、うん、だからちょっとカワンさん自体は多分 SNS でいろんなコンタクトをして純粋にこの問題を広げようと思ったんですけど、うん、ね、いろんな方が乗っかりすぎてきてるっていうのがちょっと彼はかわいそうなのかなとすごい思うんですよね、うんうん、でやっぱりね、まあ、もちろん前科がありますからね、うん、その被害者の方をちゃんと尊重してなかったっていうね、うん、だからそこはやっぱりちゃんとそこはねカバーしてあげてほしいなと思うところですよ ね、はい、うん、立憲民主党までね、うんうん、なんかあの人たち何なんでしょうね、まあね、そうそう、だからまあ結果を出してほしいですね、もうどうせ、ね、手をつけたならですね、でもね警察は動かないんですか、お前もねライブで話したけど、うん、なかなかその亡くなった方をっていうのはハードルは相当高いっていうのはあると思いますよね。あと、まあ時効の壁が場合も一つあるので、そのカウアンさん以降の人じゃないと多分刑事的には厳しいっていうことだと思いますよね。まあただ本当は言えばやっぱ当局が置かないとね、ちゃんとしたけじめはつかないですよね。でやっぱりこういうですね、パンチの効いた人たちを生んでしまったのはやっぱ大手メディアが忖度報道を続けてきた結果だと思うんですね。あ、うん、だからあたかもその人たちが正義の関与に見えてしまって、いう、うん、そのなんていうんですかね、まあ、そういったまあ隙間産業を生んでしまったっていうところだと思うんですよね。まあ、僕隙間産業ここまで出かかったら我慢したのに出ちゃいましたね。そう、やっぱそれは大手メディアの責任大きいですよね。だから正義の意味見せて、彼らはね、大手メディアが口を閉ざしたがために正義に見えてしまったっていう流れは、隙間を作ってしまったというのはあると思うんですよね、うん、だからそういう意味では2つの大きな罪が大手メディアにはあったんじゃないかと。なるほど、うん、まあ、言わなかった罪と、そういったパンチのある人たちを増長させてしまった罪というのがあるということですね、うんうんうん、だから、まあ、まだ問題ね始まったばっかりなので、まあ、菅さんにも回復まず、ね、していただきたいですし、うん、正しい形で問題が解決することを望みたいと思います。そうすると我々にできることは、一刻も早くこのアークタイムズの登録者数を抜くことです、うん、いやいやいやこっちの方を多くするため、まあまあそうですね、まあ、だからちゃんとしたことはやっていきたいなと思いますどうしました、はい